関東バス株式会社は、東京都23区西部、多摩東部を運行エリアとして、乗り合いバス、貸切バス事業、不動産業、自動車整備業等を行う会社である。東京都中野区東中野に本社を置く。関東バスにおける最寄り停留所は、小滝橋。2009年10月31日までは、小会社として、警備バスがあり、一部路線の移管並びに、 丸山営業所の管理委託化を進めていた。路線バスは JR 中央線沿線運営線を中心に、北は西武池袋線沿線まで、南は京王線沿線を営業エリアとする。コーポレートスローガンは、あなたの笑顔を運びたい。首都圏に類似した社名のバス事業者が複数あるが、各機三社とは一切関係ない。このため、関東バスの公式サイトには、 中央線沿線の路線バス、関東バス株式会社と書かれている。このため、栃木県内の関東バスを関東自動車、または関東自動車バスとして故障を区別することがある。こちらは略称が関鉄であるため、同社が運行するバスは関東鉄道バス、または関鉄バスと故障されることが多い。主要株主は京王電鉄が約3割であるが、 慶応グループには属さず、また慶応電鉄の持ち分法適用会社でもない。旧社長の菓村家が株式の1割5部を保有する。2004年頃までは菓村隆史も約3割を保有し、慶応電鉄とほぼ同数であった。沿線の多くは都心通勤圏の住宅地であり、移動需要が多い一方で小金石など郊外部を含めて、 鉄道路線が多い地域にあることから路線長や一人、あたりの平均乗車距離が短く、徒歩や自転車利用への切り替えによる乗客減が起きやすい。これを抑えるため、新しいサービスを積極的に導入して、利用を促進している。例えば、楽器定期券、環境定期券などの制度が上げられる。かつては、平日10時から16時までは臨卒が特に高くなる。 A ーカードも存在したが、バス共通カードと同時に利用終了となった。1日乗車券もあり、関東バスの一般系統全区間で利用できる。特内均一運賃地区のほか、多摩地域の大規路性運賃地区でも、差額支払いせずに乗車できる。コミュニティバス、深夜中距離バス、空港リムジン、夜行高速バスでは利用できない。 路線バス全車が IC カードリーダー付きの運賃箱となってからは、パスもスイカに1日乗車券機能を付加させることにより、利用当日の車内で購入、利用できるようになった。これに伴い従来の紙式1日乗車券は、発売停止され、2008年をもって廃止された。貸切バス事業は、お梅街道営業所を中心に、約50台の規模であったが、 徐々に規模を縮小して5台まで減らしたが、現在は9台となっている。関東バスの歴史は、1931年に関東乗り合い自動車として設立され、1932年より新宿駅小滝橋の営業を開始したことに始まる。同社は地元の有志によって設立されたが、創業間もない頃は非常に規模の小さい会社であり、一時は司会が社長を務めていた。このため、 営業成績はかんばしくなく、創業から7年を経た1938年には、東京横浜電鉄に買収され、同社の参加に収まっている。東急バス級、東京横浜電鉄のバス事業も参照この間に、関東乗り合いは1936年に、原町田乗り合い自動車を合併し、現在の町田市に、原町電営業所を設けていた。 現町田乗り合い自動車は1921年に野渡り助けが創業、後に平井実作りが承継し、1936年4月に設立された会社である。しかし町田は本社から遠く離れていて運営上不都合であったため、1941年には路線を同じ東京横浜電鉄系の東海道乗り合い自動車以上とし、わずか5年で撤退した。 詳細は、神奈川中央交通自主統合の流れを参照この、原町電営業所下の路線を除けば、戦前の関東乗り合いは、新宿から中野区東部にかけての狭い範囲において、営業していたにすぎず、路線も、その後、小滝橋から椎名町へ延長したり、新宿駅、新井薬市口を新たに開業したが、相変わらず、小規模なものであった。現在のように、 中野駅周辺から杉並区、武蔵野市方面においても営業するようになったのは、中野乗り合い自動車、新運乗り合い自動車、昭和自動車紹介の3社を、戦時中の1945年に合併したためで、ある。1936年頃の路線中野乗り合い自動車は、中野伊勢の早稲田通り周辺で運行していた、京王電気機動系の事業者で、 中野区市によれば1925年に開業した個人経営の乗り合い自動車が起源とされる。1929年に株式会社となり、路線は中野駅石地、中野駅詐欺の宮駅などであった。新運乗り合い自動車は五日市街道周辺に営業基盤を有していた中島飛行機系の事業者である。九百二十年二月の創業で杉並区の馬橋から 現在の武蔵野市にかけての東西に長い範囲に路線を有し、馬橋吉祥寺、井の頭公園柳橋のほか、西小木久保駅立教工場前循環線も運行した。また、群れから須山丸山にも個人事業者から買収した路線を有していた。昭和自動車商会は、小木久保、阿佐ヶ谷周辺で営業しており、小木久保駅をターミナルに、阿佐ヶ谷方面、大梅街道を、 西小木久保、関方面、高井戸方面へ向かって路線を展開していた。これら各社を合併したことにより、戦後は新宿石寺方面、中野吉祥寺方面、小木久保宮殿、新川方面、小木久保中村橋方面のように、かつての会社の境界を越えて運行する路線が現れた。また、戦前は都心から郊外へ向かって東西に伸びる、 街道上を走る路線が主だったのに対し、中央線西部、新宿線西部、池袋線を結ぶ路線が相次いで開設されるようになり、南北交通の希薄な旧東京市西部に欠かせない交通手段へと発展していった。1948年には、いわゆる大東急の解体により、東京急行電鉄の持ち株が、京王帝都電鉄へ上とされ、東急グループを離脱した。 しかし、慶応グループとはならず、引き続き、東急専務の菓村武氏が社長を務め、主要株主となり、事実上、東急の衛生企業として存続した。菓子村は1898年に生まれ、福島県合津の出身で、1927年に、池上電気鉄道に入社し、バス部門に配属された。目黒蒲田電鉄に九州合併後も引き続き、バス事業を担当し、 戦後は、東急の自動車部長並びに、専務取締役を歴任した。関東バスとは1940年に小滝橋、営業所長に就任して、以来の縁で、この他に、東急資本家にあった、越後交通の社長や、東京自動車協会長、日本バス協会副会長に就任、東急のバス事業を支えた人物である、東急バス大東急会体と、東都乗り合い、 関東乗り合いの東急グループ離脱も参照1964年11月には現在の関東バス株式会社に称号変更し、柏村の退任後は東急とも京王ともつかず、むしろ独立会社としての色合いを強めていった。2016年3月期の関東バス株式会社有価証券報告書によれば関東バスグループにおいて京王電鉄株式会社は その他の関係会社とされ、社外取締役として、京王電鉄乗務取締役の丸山総が就任している。また、吉祥寺駅発着の一般路線では、吉祥寺近辺に走行中の車内放送で、井の頭線の利用を流す、車内放送を流すなど、協力関係にある。戦後は、他社との相互乗り入れ路線の開拓にも注力し、詐欺の宮駅、新橋駅、 石神公園駅、東京駅など、都営バスと共同による都心直通路線が開通した。さらに、国際工業バス、西武バス、京王バスといった周辺の民営事業者との共同運行路線も開設され、国際工業バスとの共同運行で、池袋駅、赤羽駅、西武バスとの共同運行で、大泉学園駅、宝屋駅などにも路線を広げている。 都営バスとの共同運行路線は道路状況の悪化などによりいずれも昭和40年代までに廃止されたが民営各社との路線は引き続き運行されており2002年には京王バスとの共同運行による松の木線を新たに開業した1970年には日本のバス事業者で初めて路線バスのワンマン化率が100%となった1998年1月12日には サービス向上とコスト削減を目的として、100%出資の子会社 KB バスを設立し、夜行高速路線を移管した。ついで一般路線である宿霊に移管し、さらに、丸山営業所の一般路線の管理委託化を進め、2004年に完了した。これにより、丸山の業務全般が KB バスに移乗された。その後、2009年11月1日より、 KB バスに移管されていたすべての高速、一般路線の運行が関東バスへ再度移管された。2007年3月18日よりパスモサービスを阿佐ヶ谷営業所の一部路線と武蔵野、大梅街道の全線で開始し、2007年7月1日までに KB バスを含む全営業所全路線で導入を完了した。全路線でパスモの導入が完了したのは都営バス。 川崎市交通局に次いで3事業者目、民営事業者では初となる。2010年7月31日をもってバス共通カードの利用を終了した。2014年9月20日から、武蔵野営業所、吉祥寺駅北口からお台場を結ぶ路線の運行を開始した。土日祝日のみの運行で1日に往復、運賃は片道860円。 担当は、武蔵野営業所で、車両は、深夜中距離バス用、ワンドマ社の日産ディーゼルスペースランナー RA が、充当される。2019年11月1日より、西部バス、京成バス、京成トランジットバスと共同運行で、吉祥寺駅北口東京ディズニーリゾートを結ぶ、高速バスの運行を開始した。2014年には、猫をモデルにした、キャラクター、カンニャン。 が誕生した。着ぐるみも制作され、自社イベントでは2014年9月20日の武蔵野営業所における臨海福都市に行き近距離高速バス発車式でお披露目し、都営バス主催のイベントで他社イベントデビューを果たした。その後も都営バス主催のイベントではゲストキャラクターとして出演している。また2015年2月より一般路線バス前面の行き先表示器左側へ、カンニャン。 ステッカーを順次貼り付けている関東バス本社線時中に本社が置かれた阿佐ヶ谷営業所本社は中野区東中野にある旧町名を小滝町といい近くを流れる神田川の共名から現在もこの付近は小滝橋と呼ばれている向かいには都営バス小滝橋営業所がある2013年1月15日に本社のある 関東バス小滝橋第一マンションの老朽化による建て替えのため、新宿区高田の場は日本社を一時移転3丁目46番25号に一時移転していた。2015年1月に建て替えが完成。1階2階に本社機能や店舗、2階以上は賃貸マンション、セリオ落合東中野が入る複合ビルとなる。2015年2月9日からは新社屋での業務を開始した。 前述のように、関東の利いの創業当初は、事業規模が大変小さく、本社も新宿区北新宿の木造民家を借用することにより設置された。その後、利用者の増加により増車、増員が図られたことを受け、百人町への移転を経て、1935年7月10日に小滝橋近くに本社が建設された。ただし当時の事務所は、現在の本社がある。 中野区側ではなく、新宿区側にあった。1945年の三者合併では、各社の本社、営業所を中野営業所、川南営業所、吉祥寺営業所として継承した。さらに、戦況の悪化に伴い、3月3日に本社を阿佐ヶ谷に疎開させている。この際に、社庫は小滝橋に残ったが、東京大空襲で理災した。この経緯から終戦直後は、 元々の関東の合いの事業エリア内には営業拠点がないに等しい状態であった。しかし間もなく新宿を起点とする路線の復旧や新設、延長が相次いで行われたため、新宿側に営業所を設置する必要が生じ、1948年7月3日、小滝橋の現本社敷地に小滝橋営業所が開設され、さらに同年11月には本社も同地に移転した。 その後、潜在理事者の転入で人口が増加した中野区、北部や練馬区など郊外へ向かう路線が、次々と作られたため、小滝橋営業所の乗り合い部門は1951年9月1日、これら新路線の集積地となった現、中野区江ご田の新大梅街道沿いに移転し、丸山営業所となった。合併各社より継承した中野、川南、吉祥寺の各営業所は、 1948年9月に、それぞれ署名が、阿佐ヶ谷、小木久保、武蔵野に変更となった。その後、小木久保営業所は1950年1月29日に、小木久保駅南側の川南から、大梅街道沿いの宿町に移転し、さらに1957年5月21日に、練馬区赤町へ移転して、大梅街道営業所となった。なおこの間、 川南には1954年2月1日に川南営業所が再設され、小木久保営業所及び武蔵野営業所から主に杉並区の中央線以南における路線を引き継いで営業を開始しているが、1964年には西田町へ移転し、五日市街道を営業所となった。以上の経緯より、現行の営業所は、特内4カ所、支部1カ所の経営5カ所となっている。 いずれの営業所も最寄り停留所は営業所名と同じ。入庫は営業所という行き先を掲げて運行しているが、実質的には改装に近い形のものもある。中、関東バスでは、阿佐ヶ谷ではなく住居表示と同じ、阿佐ヶ谷と表記する。武蔵野市、コミュニティバス、ムーバス1995年より、武蔵野市から運行を受託している、コミュニティバス、ムーバスは、 大きな成功を収めたことで、コミュニティバスという運行形態を全国に普及させ、日本のコミュニティバスは、ムーバスを手本にしているものが多い。なお東京多摩地域では、ムーバスに先駆けて、1980年代に、武蔵村山市内循環バス、日野市ミニバスが運行開始され、コミュニティバスは、多摩から全国へ広がっていった。また関東バスでは、ムーバス受託開始にあたり、 日野自動車製の小型車リエッセを導入したが、これは、京浜急行バス、ポニー号に次いで路線バスでは、全国2番目の導入例となっている。その後も西東京市、杉並区のコミュニティバスを受託している。関東バスが運行を受託する、コミュニティバスは、以下の通り。3. 扉写真や中距離用、ワンロマ写真や中距離用車には、後面にラッピングが、施されている。車両は、 日産ディーゼルとトラックス製を中心に導入していたが、2011年のド、トラックスのバス事業撤退後は三菱不装製を中心に導入している。日野自動車、いすず自動車の車両も導入されており、国内4メーカー全車より導入している。土車は全ての営業所に配置されているが、日野は丸山、不装は大梅街道、いすずは 朝ヶ谷営業所を中心に配置されている。1980年代は路線車など貸切車と高速路線車が日の不送という傾向だったが貸切事業の縮小に伴い路線車でも日の不送の採用が増えた。また1990年代半ばまでは土砂以外でも路線車は富士重工製ボディが採用されていた。かつては多種多様な形態の車両を使用していたことも 同社の特徴の一つである。特に1990年代までは、3、扉車の本格的な採用と後扉校舎方式の採用、路線に合わせた新型車両のメーカーとの共同開発等を通じ、周辺他社では見る機会の少ない個性的な車両を積極的に導入した。近年ではバスメーカーやコーチビルダーの統廃合と車種の集約に伴い、 車両のバリエーションは均一化される傾向にある。関東バスの車両で最も特筆すべきは3、扉車である。従来の一般的なワンマンバス車両は、車体最前部と中央部、または最後部の2箇所に扉が設けられていたが、関東バスでは、前、中、後の3箇所に扉を設けた車両を全国に先駆けて、考案し、 1964年度より1995年度までの30年余りにわたって集中的に投入した。この方式では2カ所の校舎扉を開放することにより乗降時間を従来の半分以下に短縮させることができる。同様の車両は周辺事業者や運行エリアに大規模、ベッドタウンを抱える事業者にも広まっていった。関東バスの周辺で他に3。 扉車を積極採用した事業者には、西部バス、京王帝都電鉄などがある。しかし、車両の低床化が進むにつれ、車体の最後部に扉を設けることが構造上難しくなったことや、車体の中央部に折り土を連続して配置する方法によっても、時間短縮効果が得られることから、1996年度以降は、3、扉方式をやめ、同時に、 校舎扉も中央部に移り、一般的な前、中二扉乗降方式となった。2010年7月には、2011年度をもって3、扉車の全車両を除籍する予定であることが、関東バスより発表され、2012年4月までに1台を除いて、全車除籍となったが、2012年度以降も1台が、胴体保存車として残されている。また、関東バスでは、全国で唯一、 富士重工 7E 車体を仮装した日のブルーリボン HIMR が2台在籍していた。純正車体以外の HIMR は非常に珍しく、他には半球バスが西日本車体工業製車体の車両を導入した例があるのみとなっている。一般乗り合い車のカラーリングはアメリカの鉄道、バス会社であるパシフィック電鉄のバスを模したものと言われる。この塗装は 終戦間もない1950年に採用され、当初はペと同じく下地が銀色であったが、1953年から白地に変更された。赤色の塗り分けは、後面以外はほぼ同じで、正面のエンブレムも似ている。エンブレムは2000年導入の日産ディーゼル KK、RM252GSN を最後に一旦廃止されたが、2008年導入者から復活した。 エンブレムを廃止していた間に導入された車両についても2009年から車体構成時にエンブレムを貼り付けた車両もある。エンブレムの車紋の由来は二重の輪を10個の C が囲むデザインとなっている。二重の輪は輪を意味し、周囲の C は和ダンスの取っ手に使用される感を表す。つまり感が10個で感動という語呂合わせである。 また1960年代の導入者までは、側面両サイド青体下の赤色部分に、KNK、KBK のローマ字略称が表記されていた。乗り合い車の車号の書体は、京王電鉄が7000系電車まで採用していた、ものに近い書体。当時は、このように、アルファベット3文字で、社名略称を記すことが流行しており、他の鉄道、バス事業者でもしばしば見られた。 関東バスでは、ラッピングバスを運行しているが、深夜中距離バス用のワンロマ車などで、同社独自の仕様として、車体後面のみに広告を施した車両も存在する。深夜中距離バス専用車は深夜以外にも、日中の高34夜、週末、祝日限定運行の101吉祥寺駅、お台場線、吉祥寺7福神巡りのバスでも使用されている。 車内放送の音声合成装置の音声は、音声合成放送化開始前の8、トラック時期テープ時代である1983年から長年にわたり、岡本洋子が担当している、関東バスにおける、車内放送の音声合成放送化は1992年12月から開始され、2004年1月に最後まで8、トラック時期テープを使用していた大目街道を営業所の7台が、 廃車されたことによって全車完了した。東京都内の事業者としては路線車のライフサイクルが長いことで知られる。車号3200台がその代表で1985年から2004年1月までの18年間に及んだ。これらの車両はそれまでの関東バスにおける平均使用年数であった12年前後に足した百九十七年から百九十八年に かけて、マフラーの触媒を、自動車 NOXPM 法的号のものへの交換が行われたほか、2003年には、同年10月1日から実施された東京都ディーゼル車、規制条例への対応のため、3200台の、うち最後まで使用された大梅街道の7台に、DPF の取り付けといった、延命措置を施行の上で、自動車排出ガス規制への対応を重ねながら、使用された。 3200台の代替が開始された1996年度までは、関東バスも東京都内の他の事業者と変わらないライフサイクルであり、前述の通り12年程度の使用で除籍されていたが、3200台は、比例防止の早急な代替を目的として、短期間で全営業所に計115台という大量投入が行われた形式であった。115台の内訳は、 1985年式48台、1986年式34台、1987年式33台である。1999年春から関東バスの全路線車において車両番号の前に新たに営業所記号が貼り付けられたことに伴い、3200台においても当時残存していた車両について貼り付けが行われた。そうした事情があり、 3200台については代替する。新車が短期間に大量導入できなかったことが理由であった。3200台と代替された比例傍車については、当時の関東バスの平均使用年数よりも短い8年程度での代替が行われている。なおそれ以前にも1962年から1970年にかけて行われたワンマン化の過程において、 前後扉や三扉のワンマン車との代替で、ツーマン専用車のボンネットバスや、リアエンジンバスが、車齢6から9年程度の短期間の使用で、除籍された例がある。これにより、以後、関東バスの平均使用年数が伸びることになった。ただし3200台を置き換えた頃から、自動車 NOX、PM4 の他に、交通バリアフリー法との兼ね合いもあって、 新車の導入ピッチが上がっていることや、3、扉車に比べて収容力が劣る1996年度、導入者が2010年3月に、車齢13年で、延命措置を施すことなく、全廃となったり、2012年度からは1999年度から導入が開始された、ノンステップバスの廃車も開始されるなど、最近では再び他の事業者と変わらない、ライフサイクルに戻りつつある。 三扉社は近年でも、ノンステップバスや先立って2010年に全廃された1996年度、導入者に比べて収容力が大きいことから、多数の車両に延命措置が施行され、中でも1990年式社は、武蔵野と大梅街道において、3200台よりも、長い2008年12月まで18年間にわたり、使用されていたほか、15から17年程度にわたって、 使用された車両が多数存在した。この問題の解消のため2000年以来続けられてきたノンステップバスのみの導入から2009年からはより収容力の多いワンステップバスの導入も行う方針に転換している。前述の通り2011年度が終了した。現在でも胴体保存車として、車令24年の1995年式車が武蔵野に一台残存しており、 延命措置を施した上で使用が続けられている。また、丸山においては1999年3月、導入者1台が2016年1月までの16年間に、渡り在籍していた。こちらは、全長7メートル級の小型路線バスの製造が、日本国内すべてのバスメーカーにおいて打ち切られた、ことにより、代替車種の確保が困難だったため継続使用された、例である。 前述の通り以前は関東バスの車両のライフサイクルが長かったことなどから他社への譲渡は非常に少なかった。しかし東京都を含めた首都圏が自動車 NOXPM 法による排出ガス規制強化地域に指定され車両のライフサイクルが短くなったことから近年は譲渡者が増加している。車種別ではブルーリボン HIMR が岩手県交通へ一台移籍。 日産ディーゼル RN が、静岡県の掛川バスサービスなどへ、三菱不装 UMP218K などが、北海道拓殖バスへそれぞれ移籍している。特に、北海道拓殖バスへ移籍した車両は、関東バス時代の車番をそのまま残しており、また一部車両は、関東バス塗装の上にラッピングで拓殖バス塗装になっている。 国内他社への遺跡が本格化する前の1990年代から2000年代前半にかけてはフィリピンやミャンマーなど海外に輸出された例も多く見られた。ミャンマーでは2017年現在においても500台や3200台といった富士重工 5E ボディ社の残存が確認されている。ありがとうございます。